はい、どうも皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。ブームアップゲームスのサフェです。ほぼ最速ガチャ実況、本日もやってまいりました。はい、今回はですね、前回フェイト挟みましたっけ。フェイト挟みましたよね。フェイト挟んで今回はまた僕の大好きな戻ってきました、ドラゴンボールドラゴンボール Z ドッカンバトル。今回はですね、はい、画面の方、まあ、見ていただけたらわかるんですけれども、今回もですね、またドッカンフェス開催となります。これ、まあ、2回目で、前回はあのブロリーが初登場ということで、でブロリーは一応フェス限定でしか入手できない、まあ、超レアキャラ。まあ、今回はですね、ドッカンフェス第2回開催となりまして、まあ、新規 SSR でパーフェクトセル、技属性のパーフェクトセルと、あと前回、フェス限定でしか出場、入手できなかった、ブロリー。こちらがですね、まあ目玉となってて、まああと、一応新規の SSR も、何か言って、人造人間の二人の SSR は今回が初、かなになってて、でもまあ、やっぱり、目玉は、これよく見てもらうとわかるんですけれども、セルとブロリーが、通常時、もう通常だけで、もうコストが20。まあ普通のキャラクターのだいたい 1.5 倍になってて、これ確か、さらに独眼覚醒をすると倍ぐらい。倍は言い過ぎかな？コスト 26？ もっと言ってたかな？ちょっと詳しいのは、後ほど記事の方とかで、ちょっと説明しちゃったりとかもできるので、はい。ちょっとその辺は、ちょっと省略させていただいて。やばいっすね、これ。パッシブ。取得した木玉1個につきアタックディフェンス 7% アップだって。もう10個12個あったらもうほぼ2倍やんけ。で、相手に超特大ダメージ。これ絶対手に入れるしかないじゃん、これ。マジ欲しいってば。はい、ということで、早速。まあ、今後実装される予定のイベントで、覚醒メダルを入手して、多分セルの方は覚醒することになると思うので、まあ、イベントの方もですね、まあ、よかったら続報をお伝えできればお伝えしたいと思いますので、今回も一応用意した石は60個なんですが、今回も10連は引かずに全部単発で、まあ本当に実況していく予定ですので、前置き長いってまた怒られちゃう一回サタン来て、これなんか久しぶりにやるとなんかちょうどドキドキしてくるわ。ほい、おい見てますか皆さん、文字が虹色です。これワンチャンあるぞ、ワンチャン。まあ変身するよね。で2個までね、3つ目あるのかないのかちょっとマジ見てみたいんですけど、 SR か。ああまあまあ、でもちょっと持ってなかったカードなんでいいっすかね。ほんとっすよ。ちょっと、スーパーサイヤ人でどんどん集めたいっすよね。でも、ま、今回は、そう。今回のドッカンフェスって何が魅力かっていうと、こう、悪役、悪い系のキャラクターで、結構新規が増えてたりとかするんで、ぜひともですね、あ普通。ああ、撃った時も普通。まあ、悪い系のキャラクターで、ちょっとパーティー編成をできるようになるのも、これの魅力じゃないですか。これなんだっけ？トテッポ。これあれですね、パーダック編かなんかのキャラクターです。ちゃんと分かってますよ。分かってますよ。パーダックあたりのイベントはね、もうガッツリ回したのに当たんなかったから、クーってなりましたけどね。1、2、3、3つか。ちょっとね、4つか5つ流れると安心するんですけどね。これでも他はないよな、別に。なんか他になんかまだなんか見てない演出とか見逃してる演出とかあったら、ぜひぜひですねコメントとかでご指摘いただけるとちょっとなんか他の喋り夢中になってて、ちょっとなんか見てなかったよっていうのはあれなんですけど、ちょっと SR が1体とレアが2体、まあまあまあ2個か。
セリフも変わらず、見た目も変わらず、これやばいんじゃないの今回も。ちょっとやっぱ超アップとか欲しいっすね。ブルマかな。くそー。いや、そんなことないよ。ま、前回、前々回とね、ちょっと見せ場がありすぎて、ちょっと、あれだったのかな。いや、そんなことないよ。そんな出し惜しみしちゃいけない。出そうよ、ここで。おい！一個一個しか流れない。今日もちょっとなんか、レアパターンお見せしたいっすよね。せっかくなんで、あれ？あ、全然違った。超髪の毛下がってるからスーパーサイヤ人かと思ったわ。なんか、ゴテンかなんかでこんなのありましたよね。シルエットだけで。なんだよ、まったく。まだ多分動画で見せてないのって多分サタンが通常右側から来るんですけど左側から来るパターンとか、うん、あ来たよ。これ虹だとやっぱ金髪かわして SR までは確定すんのかな。そんなことないのかな。これでちょっとレアとか寂しいっすよね。おいほい。誰？え？ナッパの SR？ ええー。持ってなかったかも。持ってたっけこれ。ええー。サイヤ人出すぎじゃね？サイヤ人出すぎじゃね？今回サイヤ人特集じゃないですからね。前回あのサイヤ人フェスみたいな感じでしたけど、今回サイヤ人フェスじゃないですからね。くっそー。1,2,3,4! あ、4つ飲まれたから、ワンチャンあるかな。あ、これちなみにあの、星の色、黄色と紫の違い。あの、紫は多分だと思うんだけど、紫はあの、フレンドガチャでしか出ない。おい。今、セリフも変わってます。セリフも変わってますよ、ほら。ちゃんと気づいてますよ。安心してください、気づいてますよ。これあるかなかなこれ。来い。あ、違う、 SR だよ。18号だけど SR だよ。いや、もうこのもうこのモーション、もうシルエット見えて一瞬で分かったわ。お前よう出てくんなこいつ。意外と演出の組み合わせでも SR 止まり。そうなんですよね、やっぱ SR だけ、要はなんか SR の壁みたいなのがあって、ここまでの演出が出れば SR 濃厚みたいな。だけどそっから先じゃあ SSR 弾けるかっていう、うーんってなるんですよね。いや、でも今調子いいっすよ。まあ右からサタンっすね。まあカメハメハ普通と。そう、あと多分お前このなんかサイヤ人のカットインのなんか1段階っていうのを見てないな。おいえくそー、ことごとくちょっとコメントしづらいレアを挟んでくるのやめてもらっていいですかね。一個かー、いや、逆に、こっから、ちょっと、マジ SR とか SSR 聞いたら、夢あるよね。グルドかな？クリリンか。シルエットだけじゃグルドとクリリン違いわかんねえ。くっそ。完全にこれ、なんか、当てるゲームみたいなので成立してるな、これ。最近キャラ増えましたからね。シルエットだけじゃちょっとなかなかわかりづらくなってるのも。SSR パーフェクトセル新登場！登場させちゃって！右からサタン。ほっ。ああ。普通っすね。これだな。レア。せめて SR。せめて SR 出しましょう。SR。
今回ちょっとサイヤ人の戦闘服つけてるやつ多すぎじゃないですかね。レアってそんなキャラばっかりでしたっけ。怒る。 2回となりました。ちょっと前回前々回とな頑張りすぎたからな、ちょっとくわっ。まあ4つ、まあ、4つは結構期待度は高いんですよね。ほら今セリフは変わりました。ちょっと腹手の文字が虹色ではないんですが、今一気に蹴りをつけてやるセリフ変化がありました。じゃあいけ、カットインは2段階、スカウトは壊れちゃっていいんだよ。SR かぁ。まあまあ今回新規が全部一通り SSR なので、新規なかなか見えない。最後のと頑張ります。ちょっとマジ頑張ります。おっ、おっ、今回今まで流してきた動画で初かな、左からサタン、右からサタンと左からサタンあるんですけど、左からサタンの方がまあ可能性は若干高いです。あんま見れないでね。ほら虹色でもセリフ変化なしか、いけ、カットインは2段階、 SSR 出て。くそー、こうか、ちょっと横見な。三平さん、コメントをお願いします。 ありがとうございます。18号違いなんだよな。ということで今回は、いやまあ残念な結果になりましたけど、まあ今回ですね、まあもし SSR のセルとかを弾けた方は、もしくはブロリーも次の近いイベントで出るのかな、覚醒メタル。ちょっと気になるんですけど、まあでも、ちょっと確率は、今回僕のように結構厳しいかもしれないですけど、入手した人は、本当ビッグチャンスかもしれないので、ぜひぜひチャレンジしてみては、いかがでしょうか。はいはい、まあ、今回の結果はですね、まあ12回ってちょっと書くの忘れてたの、12回中、まあ、SR5 枚のレア7枚ということで、まあ今回SSR SR 超アップみたいなのは表記はなかったんですけれども、まあでも SR は5枚、まあダブってますけどね。しかもあんまりちょっとなんか有効なやつじゃないんですけれども、まあでも SSR が弾けるかな、弾きたいよねみんな。ということで、ぜひともですね、今回の本当ドッカンフェスのこのパーフェクトセルとあと多分これブロリー、この2体はですね本当に超強力なので、本当入手をおすすめするので、ぜひともですね皆さんもこちらのドッカンフェスのガシャンですねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、でこのようにですね、ブームアップゲームスまたブームアップゲームス公式チャンネルでは、このようなですね動画を配信しております。でもし気になった方はですね、ぜひともですねこちらの下の動画説明文のところにですねリンクなども記事の紹介などもございますので、こちらの方をぜひですね参考にして、見てください。はい、じゃあ本日はこの辺で失礼したいと思います。ちょっと天気あれですけれども暖かくなるといいな。じゃあねみんな、バイバイ。